はい、ということで今週のライブ配信は以上です。ありがとうございました。おやすみなさい。はい、ということで終わりました。やっという間の1時間でしたね。すごい楽しかったです。はい、で今、23時半になりました。眠いですね。まあでもせっかくこうやってホテルに来たんで、今回はそのホテルに着いてからのルーティーンみたいなのをちょっと今回動画でシェアできたらいいなというふうに思います。ただそのやることってものすごいシンプルなので、まあこの尺としては多分すぐ終わっちゃうんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、そんな僕がホテルに着いた時のシンプルルーティーンっていうのをシェアしていきたいと思います。じゃあまずはですね、この机の上を片付けたいと思います。気持ちいい。いやー、めちゃくちゃ気持ちいいですね。至福のひとときです。すっきりした。ボディを自慢するのはやめてください、服着てくださいっていう人いると思うんですけども、こうやって僕が電気を消して、それでちょっと部屋を暗くするとその寝やすくなるんですよね。部屋がこうこうと耐えてる状態でいきなり電気消してお休みって言うと目がもう冴えちゃってるんで、なのでこう部屋をあらかじめ寝る前は暗くしておくと、その目がだんだんこう慣れてきて、その眠くなってきてっていうことになるんですよね。そうなので寝る前は電気は1個だけ焚いて、もう部屋を暗くしてリラックスするっていうことをやっています。ただちょっと今パソコンで編集をしないといけないので編集します。はい、終わりました。ですね、今2時の15分です。まあこれがリアルなルーティーンです。はい、普通にこの時間になっちゃいました。何やってたんですかっていうと、プログラムに参加してくれてる人たちにこう返信を返したんですけど、この時間にまだ起きてる人がもうバリバリいるっていうことなんで、皆さん寝てくださいっていう感じなんですけど、はい、 OK です。もうこれで返信は来ないかなっていう感じですね。残タスクというか、やりたいことというか、レシートまとまってないですし、先ほどのライブ配信で皆さんからいただいたこの意見とかっていうのを、一応そのデータとしてまとめたかったりするので、まあ、それはまた明日ですね。はい。じゃあ、ということで、まあ、とりあえず、返信をやることはできたので、寝ます。長かったです。じゃあ、おやすみなさい。よいしょ。眠すぎる眠すぎますけど歯磨きます。うん、今7時45分ですね。はい、じゃあ今からトレーニングを軽くやりたいと思います。ああ、これで一気に目が覚めましたね。はい、じゃあ顔洗います。
うん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 、あー気持ちいいですね。よいしょよいしょ、あー気持ちいいですね。まだちょっとこの昨日の疲れみたいなの残ってますけど、でもやっぱ顔もさっぱりして体も運動してすっきりしたんで、すごい気持ちいいです。まあ本当は汗でも水は飲みたいなっていうのこと思ってるんですが、あ、そうだ、ヒゲ取らなきゃ。まあ、本当はモーニングルーティーンって言ってもこう家にいる時と同じようにホテルでもやれたらいいなーなんていうふうに思ってるんですけど、まだその環境デザインの方法とか試食は買ってないんで、はい、まあいろいろ試行錯誤しながらやってるって感じですね。いや、それにしても今日は一段と疲れが抜けてないですね。なんか昨日は大阪をずっと歩き回ってたんですけど、なんかその疲れた感じで言ったら、なんか昨日ラクロスの練習いっぱいして、その疲れが抜けてないっていう感じですね。わかりづらいです。まあでも疲れてたとしても世間は待ってくれませんから、はい、行きましょう。じゃあ今からご飯食べに行きまーす。まあ朝は食べない派とは言いましたけど、でもやっぱり朝食がタダで食べられるなら行っちゃいますよね。あー美味しそうですね。いただきます。はい、ということでこんな感じで、ホテルに着いてからのルーティーンと朝起きてからのルーティーンをシェアしていきましたけども、いかがだったでしょうか。なんかもっとこう朝例えばコーヒーを一杯飲むとかですね、こうお気に入りの YouTuber の動画を見るとかですね、それがあったらいいのかなという思ったんですけども、一切それなかったですね。基本的に家であってもホテルであってもルーティーンは変わらないんですけど、まあちょっとずつこう朝起きたらレモン水を一杯飲むとかっていうのはできてないですけども、そう、でも基本的には家でやるのとホテルでやるのはあんまり変わらないかなというふうに思ってます。まあもっとこうホテルに来たらホテルならではのお風呂に湯船にゆっくり浸かるとか、自分のルーティーンを改めて見返すと、なんかもっと優雅な時間もあっていいんじゃないかなというふうに思いましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの場合ホテルについてどんなルーティーンをやっていますか。もしこんなルーティーンやってますっていうのがあったらコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで今日は名古屋に来てるんで、この後名古屋でちょっと仕事してから東京に帰りたいと思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。いや本当に東横インさんの Wi-Fi は強いですね。それに10日泊まると1泊無料になるっていうのも、それもすごくいいです。ただやっぱデザインをもうちょっとなんかデザイナーズというか綺麗なところがいいなーなんていうふうに思ってるんで、電波が良くてその特典も良くて、そしてすごく綺麗でおしゃれでみたいなところがあったら、それもぜひ合わせて教えていただけたら嬉しいです。